おはよう、おはようございます。いつぴょんさん、くまありがとうございます。今日は曇ってるかな。多分曇ってるかな。いざはもう春休みを満喫できます。から晴れてくるよ。あと明後日の水曜日は星空ですね。なんで平日、あ、平日って思ったら祝日でした。なんだっけ、秋分の日か。秋分の日です。そう、はんちゃん復活です。やった、はんちゃんが復活してくれた。もう春、来ますか。あと24日もねあるので、ぜひ来てください。でーちゃん、喉が出る。喉は大丈夫です。ちょっとガラガラだけど。曜日感覚ができない。ないね。そう、4月だったら入れますね。平日の夜。全然ね。
実感がない。なんで平日に出てるんだろうって思っちゃう。お腹すいたね。じゃあ昨日配信終わって寝すぎて夜ご飯も食べてないからお腹すいた。起きたらめっちゃ夜で3時くらいに起きてちょっともう眠たいしいいやとかってもう一回寝て、7時半に起きた。以前は普通に自主練習しました。そう、みんなね、あいもとなって食べてて羨ましい。あいもドーナツね、少ない時ないんだよね。でも雨の日はちょっと少ないかなぐらい。メールで紹介してくれた大名のななちゃんさんも気になる。本当そう、並んでない日はないだから多分ね、あんまり並ばずに手に入れる人はいないです。クマのドーナツは美味しい。あれチョコがあった。そう、博多駅のね、クロワッサン大好き。
ップ出なかったら夜配信でもね、ちょっと用事があって夜配信できないかもなんだよね。みーちゃんはあの M ドーナツのシュガーだっけ、なんか普通の味が好き。シュガーで中にクリームが入ってる、なんかあのエンゼルクリームみたいなやつが好き。今日は平日だけど博多駅は人で多い。そうなの？なんでだろう。そう、あのコンサート、前のコンサートの時に、なこさんがね、差し入れで、ハイムドーナツをね、みんなにね、くれたの。それを食べました。美味しかった。最近のクロワッサンはね、普通の味が一番好き。チェコもいいんだけど、あ、18分なんで段組みをしたいと思います。差し入れの定番と13位リオザさん、12位西健さん、11位 MJ 純也さん、10位椎名さん、9位中島優さん、8位カズオさん、7位ヒロタンさん、6位ショウちゃん、5位モコスイトンさん、4位ツヨポンさんです。ありがとうございます。そして第3位はぐる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 っとかん車屋さんです。ありがとうございます。そして第2位はぐる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 っとかんアスカさんです。ありがとうございます。えい。そして第1位はぐる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 っとかんイソピョンさんです。ありがとうございます。イエイ、ありがとうございます。自動で切れるまで待とうと思います。ちょっと15分経たないかもだけど、ぜひ、夜配信もねできたらやりたいなって思ってるので、ぜひ、まだチケットあると思うんでちょっと見てみたいと思います。じゃあありがとうございました。